増田みのりの博士課でキュケンジさん、あさこさん、こんばんは。こんばんは。お待ちしてました。日本放送の増田みのりですが、私が来たということは、はい。今日も日本史のお話です。ありがとうございます。はい、もうね。ねえ、はい。バッチリですよ、もう。はい。5回シリーズの最終回になりました。博士課さんを特集するこのコーナーなんですが、はい、日本史に詳しくなってきたんじゃないですか。そうですね。ね。うん。でも、ケンジなんかもう、このコーナーで。もう、晩酌を始めて、もう今日ぐらいにこれ、もう、終わりますね。終わりますか。もういっちゃいますね。飲み比べもしてますから、それぞれの味も分かってきましたよね。ね、いろいろな本当その香りだったりとか味があるっていうので、本当勉強になりましたよ。そうですね。工場の模様も見ていただいたので、あれを見るとますます愛おしくね。そうですね。美味しく飲めますよね。ですね。5回シリーズで日本酒の博士課を特集している最終回は、はい、博士課が西宮でオープンしている酒ミュージアムや、うん、博士課クラシックスにご案内します、はい、美味しいランチもいただいちゃいました。どうぞ。こちら博士課さんがやっているレストランとお店にやってきました。こちらが6つの蔵で構成されているということで、博士課クラシックスという名前がついています。本物のお蔵が使われているんですよ。それでは中に入ってみましょう。さあ、お料理が出てきました。和風洋風いろんなランチがあるんですが、美味しそうでしょう。じゃじゃん。そしてランチからお酒を楽しむこともできるんです。いろんな種類のお酒ありまして、もちろん福島さんも飲み比べることができます。それではいただきます。続いて私は博士課クラシックスのお隣、博士課の酒ミュージアムにやってきました。こちらはご覧ください、古い建物残ってますよ。明治2年に建てられたという木造の酒蔵が残っているんです。この中で昔ながらの酒造りを見ることができるということなんです。何があるんでしょうか。こちら軒下にはこんなものがぶら下がっていました。印の杉玉、ご覧になったことありますか。これは酒蔵が新しいお酒ができた合図に軒下にぶら下げていたものなんです。新しいお酒ができますと緑色の杉玉をぶら下げて皆さんに合図をしていたということなんですね。こちらはもう1年経ってしまったので茶色くなっています。こちらが蒸し米の工程です。この大きな古式という入れ物の中に人の手作業で入れてお米を蒸していたんですね。この上の方が持っているこの木、ヘラみたいなやつですね。分字というんですが、ここでひねり餅を作って、一番偉い杜氏さんが、そのひねり餅の状態をチェックしていたということです。今でも、最後杜氏さんひねり餅チェックしてますから、その辺は変わっていませんね。ここからが、酒母作りの工程となります。いろんな過程に細かく分かれていますよね。そしてようやく一番最後、この大桶の中でもろみができるわけです。今はこの木の大桶が放浪のタンクに変わっています。こちらがお酒を絞る工程です。細長い酒袋にもろみを入れまして、その酒袋をこちらの道具の中に入れていきます。この道具の中にたくさん酒袋を入れて、上から圧をかけると、あちら。あの隙間からお酒がにじみ出て絞り出されてくるということなんです。そしてそのまま流れて垂れ壺にたまるわけですね。これがビシュカです。ラベルがコースターになるんですって。そしてこれ酒粕からできた奈良漬け、美味しそうでしょう。
酒粕もきれいになって売ってました。私が剥がしたのもこうなって商品になるんでしょうか。どうでしょう、白地下さんはショップも充実していますね。はい、ということでご覧いただいたんですが、工場も広いんですけども、はい、工場の周りにレストランがあって、うん、お酒があって、うんうん、ミュージアムまであるということで、歴史を感じることができるんですよね。いろいろな角度からすごくあの日本酒に興味を持つことができるし、興味持った時点でまた飲み方も変わってきますよね、絶対に。レストランのお昼から飲み比べというセットが出てきたんですが、うん、3種類ずつ入って、ちょっとずつですから、皆さんね、飲んじゃいますよ、その差を感じることができるんじゃないでしょうか。クラシックスってまたうまいことをつけましたね。蔵が6つ、クラシックス、うまいこと考えた。素敵なとこでしたもんね。あの木造の酒蔵というのがミュージアムに残ってたんですけれども、阪神大震災までずっと残ってたんですよね。でもあの地震でやはり壊れてしまったというのが残念ですけれども、それでは早速今日の試飲会いきましょうか。やったー。今日はですね、最終回ですから、最高級の純米大吟醸をご用意しました。こちら、冷やしてあるんですが、もう他のお酒と比べて姿から違います。ねえ、高級感が。帽子かぶってますよ、これをね。金ですよ。はい、今日は緊張しますね。平気かしら。ちょっとなんか、はい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 、出てきましたよ。いただいちゃっていいんですか、これは。黒松白鹿豪華千年樹銀米大吟醸です。はい、立派のね、すごい、ね、今日も今日もコップ貸してください。はい、すごいですね。失礼いたします。ラベルからしてね、ちょっとキラッとしてますもんね。またちょっとトロッとしてて、あ、じゃあいただきます。ラベルからね、豪華ですからね。どうもありがとうございます。これはこの黒い箱に入ってるんですよね。こちらですね、こちらに入っております。じゃあちょっと、はい、ちょっとこの香りから、なんでしょう、このすごくなんかすがすがしいんだけど、すがすがしい、にもうあの香りからして甘いですね。うん、ちょっといただきましょうか。いただきますか。いただきます。いただきます。うん。おお。おおって。違いますか、やっぱり。これは参ったな、これ。ありがとうございます。ものすごく美味しいです、これ。これはですね、どんなお酒かと言いますと、はい、山田錦などの酒米を 50% まで磨き上げて、つまりですね、お米の表面を 50% 磨いて、芯の白い部分だけを使っているんです。50% ですから半分捨てちゃってるんですよ。なるほど。そうです。中、だからもう雑味みたいなのが全くないですよね。ないんです。もうこの中心の白い部分だけ。ちなみに、食べるお米は 92% 精米で 8% 削ってるんですって。ですからその削りっぷりといったらもう。そうですよね。厳選されたもう、これだけで。そうなんです。さらに、名水宮水に白鹿伝承の技を結集して作った最高級の純米大吟醸です。爽やかでフルーティーな吟醸果、はい、これは優れた吟醸酒にある果実のような爽やかな香りなんだそうです、うん、確かに本当にそのフルーティーな感じですもんね、うん、今までの甘いお米の香りともちょっと違う、また違った、はい、そうですね、そう、爽やかな感じも、きめ細やかで豊かなコクのある味わいですよ。これちょっと参ったね。あのもうダメ押しですか。ダメ押しだね。もういやー、これちょっとなんかもう実家のお父ちゃんに飲ませてあげたいっていうぐらいの ね, ね、これはちょっともう、あー、いい、豪華千年樹ですからね。はい、うわー、名前も縁起がいい感じがします。ますます止まらない、止まらないね、本当ね。ずっと飲んでますけど。5回ずっと白鹿さんを特集してきたんですけれども、いろいろ飲んでいただいて、うん、女性向けのお酒もあれば、はい、一番副社長おすすめの飲みやすいお酒というのはこちら、はい、水色ですね、はい。で、ちょっとキリッとして、最後。来ましたね、こちら。いただいて。で、今日これをいただいてね、あの、本当になんかこう、最初に持ってた、なんか日本酒のイメージと、なんか全然違って、すごく飲みやすかったし、なんかこう、もっと、なんて言うんですかね、こう、手の届かないように。持ってます。はい。
皆さん本当に5回にわたってご覧いただきましてありがとうございました。この博士課の社会科見学の模様はこの番組、うん、ケンジとアサコのブロードバンド日本のホームページでオンデマンドで繰り返しご覧いただけます、はい、詳しくは www.lfx.jp のホームページで、また博士課の www.hakushika.co.jp のホームページもご覧ください。皆さん5回にわたってどうもありがとうございました。ありがとうございました。